お主か。わしらは人を探しておるんじゃ。邪魔しないでもらえるか。この山で、ある高名な柔術の師範が鍛錬をしてるらしいんです。俺たち、稽古をつけてもらおうと思って。高杉さんのように強くなりたいですからね。お主はいつも高杉高杉とうるさいの。山形さんだって草か草かばっかりじゃないですか。とにかくわしらは医学所でお主に叩きのめされ、己の非力を思い知らされた。今のままでは大事はなせぬ。稲先生から例の毒の作り方を聞き出すつもりじゃった。バクリどもに抗う手段になるかと思うての。わしらの独断で決行した。悪いが、あいつらの志を少しでも後押ししてやりたかったんじゃ。そういえば九段の師範は公部署の御前試合にも出ていたとか。確かあなたも参加したんですよね。師範と顔見知りならあなたの方から稽古をつけてもらえるよう頼んでくれませんか。すみません、助かります。来たぞ、あやつか。えらく若く見えるが。おい君、加納治五郎ってのはまさか君か。何ですかあなた方は。ああ、御前試合の。孔明？言い過ぎですよ。あれから声をかけられることは増えましたが。わしらはこいつの知り合いじゃ。加納とやら、わしら二人に柔術を教えてくれんか。僕があなた方にですか。長州といえば近頃何かと悪い噂がありますが、僕は公部署の者なのに大丈夫かな。わかりました。わざわざ僕を選んで会いに来てくれたんです。稽古をつけるぐらい構わないでしょう。よし、じゃあよろしくね。僕はいつもこの先で鍛錬をしているんです。早速一緒に行きましょうか。僕はいつもここで山掛けという鍛錬を行っています。麓から頂上まで一気に駆け上がるんです。日頃使わない筋肉を使うし、足腰だけでなく全身をまんべんなく鍛えられます。もちろん体力もつく。とはいえ、えらく単純な修行じゃの。ただ走るだけじゃ面白くないな。誰が一番に頂上に着くか勝負しませんか。今度こそあなたに勝ってみせます。加納、合図を頼む。わかりました。鍛錬だということを忘れないように。用意、始め。勝つのはわしじゃ。足腰には自信があるんです。伊藤、お主は突っ込んでろ。山形さんこそ邪魔はしないでくださいよ。
あなたは足も速いんですね。さすがです。くそ、また遅れを取るなんて。では次の修行に移りますか。僕はいつもここでランドリというものを行っているんです。実戦形式でただひたすら組み合う稽古です。二人一組で好きに技をかけていきます。なるほど。何かコツはあるのか。ランドリは相手がいて初めて成り立つ稽古ですからね。共に技を磨いていくという姿勢が大事なんですよ。わかった。わしはぜひ可能の胸を借りたいの。達人のお主ならわしなどひとひねりじゃろう。構いませんが、あなた一人では力量に差がありすぎます。いっそ皆さん全員をお相手しましょうか。なめおって、わしらを侮ったことを後悔させてやるわ。伊藤、やるぞ。ええ、三人でのしてやりましょう。どこからでもかかってきてください。三人相手に可能なぞ。肩払いたいわ。あとで吠え面かくなよ。やめろ。ここまで手こずるなんて、あいつとんでもない腕前だ。侮りすぎたわい。若くともさすがは名の通った柔術家じゃな。さっきの稽古を続ければあれくらい強くなれるんでしょうか。そうじゃな、しばらく続けてみるか。あなたにも礼を言っておかないと。口利きをしてくれてありがとうございます。あなたも結構なお人よしだと思いますが。わしらは強くなるぞ。お主待っておれ。いつか必ずこれまでの借りを返してやるわい。